林崎亮は兵庫県姫路市出身の元プロ野球選手、宇藤右内。中学生時代は投手としてプレーし、全国大会での優勝経験がある。東洋大姫路高校では1年生の春にレギュラーを獲得。3年生の時、夏の甲子園、全国大会では前3試合に3番、遊撃手として先発出場し、12打数6安打、2本塁打。 5打点、打率。500の成績で、準々決勝の駒沢大学とマコマイ戦では、田中正宏から2点本塁打を含む3安打を、放った。東洋大学3年生の時、東都大学野球、春季リーグで11試合に出場し43打数14、安打、1本塁打、12打点、打率。326の成績で、2塁手のベストナインに、選ばれた。 7月に行われた第37回日米大学野球選手権大会の日本代表メンバーに選ばれ、前後試合に出場したが13打数無安打だった。4年生時の春季リーグでは12試合に出場し44打数13安打、1本塁打、4打点、打率、295の成績で遊撃手のベストナインに選ばれた。7、8月に開催された第5回世界。 大学野球選手権大会の日本代表メンバーに選ばれたが、右肘い通のために辞退した。東都大学リーグ通算成績は91試合に、出場、285打数69安打、8本塁打、打率24、242。2010年のプロ野球ドラフト会議で、埼玉西武ライオンズに50名で指名。契約金3500万円。 年俸1000万円という条件で入団した。背番号は00。ちなみに、この会議での指名を経て、日本ハムに入団した、犬井信大は、高校、大学時代のチームメイトだった。2011年には、7月19日の対福岡ソフトバンクホークス戦の8回表に、代打で1軍デビュー。翌20日の同カードでは、9番、二類手として、スタメンに起用された。 しかし、一軍公式戦への出場は、この2試合のみで、3打数無安打に終わった。その一方で、イースタンリーグ公式戦には67試合に出場。打率、236、日本塁が21打点という成績を残した。2012年には、一軍公式戦5試合に出場。ダイソーで得点を記録したが、打席に立つ機会はなかった。 イースタンリーグ公式戦ではチーム最多の101試合に出場。打率2585本塁打35打点を記録したほか内野の全ポジションを守った。なおシーズン終了後には背番号45に変更することが球団から発表された。2013年は2番2塁手としてスタメンで出場した6月21日の対 オリックスバファローズ戦で一軍初安打を放つと7月4日の同カードでは中前への敵自打で一軍初打点を挙げた。レギュラーシーズンでは一軍公式戦で自己最多の31試合に出場。シーズン終了後の12月24日には自身と同じ年齢の一般女性と結婚した。2014年は4月17日の対千葉ロッテマリームズ戦で シーズン初の一軍公式戦出場。9番、遊撃手として、スタメンで起用されたが、一回表の守備で打球を、取ろうと飛び込んだ際に左肩を痛めたため、一打席も立たずに交代した。その後の診断で打球が判明したが、夏場に一軍に復帰すると、レギュラーシーズン2さんで17試合に出場。脱席数、安打数、得点、偽打数で、 自己最多記録を残したほか、2本の2塁打を放った。シーズン終了後の10月に、左肩の手術を受けたため、幹部のリハビリへ専念することを目的に、同月29日に、球団から支配下選手契約の解除を通告。11月11日には、育成選手として契約したことや、背番号を120に変更することが、球団から発表された。2015年は、 6月1日付で支配下、登録選手に復帰し、背番号を45に変更。イースタンリーグ公式戦では、93試合の出場で、打率、271、1本塁打、16打点という成績を残した。しかし、復帰後は一軍公式戦への出場機会がなく、10月2日に、球団から戦力外通告を受けた。2015年11月10日に、 12球団、合同トライアウトへ参加。7人の投手に対して、6打数に安打1死球という結果を残した。しかし、打球団への移籍に至らず、独立リーグや、社会人野球チームからの誘いもあったが、現役引退を決断した。2016年2月、自身と同時に、西部から戦力外を通告された、梅田直通、前川京平と共に、 株式会社トラバースへ入社した、地盤改良の業務に就く、同社の軟式野球部にも参加しており、内野手として4番を張っている。また、投手としても多く起用されており、2019年の高松の宮支配全日本軟式野球大会2部、千葉県大会では1回戦から決勝戦までの前後戦に登板し、2回戦からは、 決勝戦までは一人で投げ抜く奮闘ぶりを見せている。家族は妻と一女、ありがとうございます。